はい、ということでどうもこんにちは、くにです。先ほどレジェンズ公式さんから速報が、あったんで、紹介していこうと思います。7月11日火曜日23時、まあ、来週火曜の夜11時からですね、5周年最後の情報解禁特別生配信の実施が決定ということで、いや、ついに5周年最後の、まあ、情報解禁番組があると。で、ここにも書いてある通り、5周年最後の新キャラクターの情報公開や、レジェンズアニバーサリーチャンスタイムの抽選結果も発表ということで、いや、ついに来るね。うん、ウルトラキャラクターかな。で、まあ、この画像のね、背景の色というか、まあ、青の火花が散ってる感じ的にも、ベジットブルーが来るのはもう、99.5% ぐらい確定なんじゃないかなと思います。で、7月11日の夜11時に情報解禁番組があるということで、おそらく実装はね、7月12日の、15時からになってくると思うんで、まあ、めちゃめちゃ楽しみ。なんで石もね、必ず温存しておきましょう。で、まあ、ちょっと怖いのが、5周年第2弾のね、ガシャが、まあ、ガンマコンビとオレコロのね、ダブルステップアップガシャだったんで、まあ、ないとは思うけど、ハンカイザマスとベジットブルー両方ウルトラでダブルステップアップウルトラガシャみたいな、さすがにないよな。まあ、さすがにそれがちょっと怖すぎるんですけど、まあ、とりあえずね、楽しみにしときましょう。で、このね、7月11日の夜11時からの生放送に合わせて、僕もいつも通りね、生放送して、みんなと一緒にね、視聴していこうと思うんで、ぜひね、遊びに来てくれたらなと思います。だいたい僕の生放送は多分、7月11日火曜日の夜10時ぐらいから、待機して始めようと思ってるんでね、ぜひ遊びに来てください。ベジットブルー楽しみな方は、ぜひコメントよろしくお願いします。短いですがね、来週火曜日皆さんでね、楽しみにしましょう。ベジットブルー使ってみた動画めちゃくちゃ出すの楽しみです。ということで、お疲れ様でした。